はい、今ね、器の中にプラスチックの黒い器を入れたんですけれども、これね、今ちょっと上にコメントも入れたんですが、こういうね、大きい器、これ信楽なんですけど、こういう大きい器とかに花を生ける場合って、特にまあ高価な器が多いんですけれども、この器に直接水を入れてしまうと、結構器の中ってね、花のアクとかで汚れるんですね。なので、ああいうプラスチックの容器を入れて、その中のね、容器に水を入れて花を生けると、器自体はね、汚れないじゃないですか。だからまあ、そのようにしてね、生けることが多いんです。今ね、後ろでベニギレスジのビニール袋を外してたんですけど、あれがこうガバッと上からかぶせるようになってるんですよ。あれが全然外れなくて、今ね、イライラしながら外しててぶっ飛ばしてましたね。これね、ダメだろうなと思いながら、ベニギリツツジにからね、刺してるんですよ。器の中で結構、この器って見ればわかるけど止まるとこはないじゃないですか。だからまあ、こういうね、棒状の枝物を先に刺しても全然止まらないんですよ。まあ、ただね、ちょっとそのベニギリのね、ラインの何だろうか、雰囲気とかを見てみたかったんですよね。それで先にベニギリを入れてみました。で、ただ今ね、手で持ってるこの乙女椿なんですけど、あ、ほら、ベニギリ外しましたか、これね、なんとなく雰囲気分かったな、外しました。乙女椿なんですけど、この乙女椿が見てもらえば分かるように、こうスッスッと何の味も曲がりもないんですよ。で、これね、乙女椿の結構特徴といえば特徴なんですよね。この子たちってね、割とこう椿の中でもスッスッとこう上に向かって何の変哲もないラインがね、出てる椿なんですけど、まあ、この椿をこうちょっと変化をつけてね、やっぱこの場所に行けるためにはどうしたらいいかをね、今ね、ちょっと模索してる最中なんですよね。しばらくね、ちょっとこのまんまこれでどうしようかなって考えながら今生けてるんですけど、そのあたりをね、こうほら、広がっちゃってるじゃないですか。こう、わかります？こうバサッと上に向かって広がってるでしょ。このあたりをどういうふうにまとめようかなって今ね、考えながらどんどん乙女椿を入れてます。何もやりようがない。味もこっちも。今ね、どん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 乙女椿を入れて、このね、もう要は曲がりとかも一切ないんで、枝のこうラインとかを見せるっていうテクニックを出せないんですよ。だからまずね、とりあえずグリーンのね、こう椿のマスをね、作ってます。この乙女椿の良いところって、この葉っぱのね、ライトグリーンの葉っぱの綺麗なとこなんですよ。椿にしてはね、ちょっとライトグリーンな感じがして、そのライトグリーンのマスを綺麗に今作ってます。はい。で、このね、マスの中でマスを作った上で、そこにこう椿じゃなくてツツジをね、入れてこうとしてるんですけれども、そのあたりがね、どのようにまず映るかをまずは皆さん見てください。これね、本にね、途中で、嫌になって、違うことを始めるんですね、これから。それをね、どういう風にしていくかっていうのを見てもらえればいいと思います。まずはこのグリーンのマスの中に、この椿のラインをね、このように入れてます。はい。まあ、どんな風に映るかなと思いながら、これやってるんですけど、ここからね、ちょっとね、少し動きがあるね、見ものです。とりあえずもう一本はね、ベニギリをこう入れてみるんですよ。
だけどこれが全然こう気に入らないわけですよね。だからこれをね、どのように仕上げていくか、そこが見どころですね。もうここちょっと自分でもなんでしょうね、このグリーンのね、マッスのね、あまりのこう何変哲もなさに、やっぱり少しねこういくら筋を入れてもダメだなっていう気がねしてるんですよね。とりあえずね、少しねこう間引いてみました。だけどそれではね、全然どうにもなんないということに今ね気づいたんですね、ここで。それでとりあえず紅切りを全部外しました。はい、ここでね、あるテクニックを使います。これはこれです。ワイヤーでとりあえずこの椿を全部ぐるっと巻いて、こう少しねバサッと広がってる椿を細身にこう見えるように今してるんですね。こうやって縛ってしまえばグリーンのこう広がりがなくなって細身に見えるじゃないですか。それをしてます。ほら、ね、結構今僕で見えてませんが細くなってます。でそれでもいらない部分を今、ね、少し間引いてカットしてます。これからここに筋を入れていきます。はい、これグリーンの真ん中の椿を締めたことによって、筋のねラインっていうか枝ぶりがね少しこう明確に見えるようになったでしょう。これが本人の狙いです。ただね、このワイヤーでぐるっとねこの巻いとくと枝がその部分だけねこうへこんだりして見えるので、その部分のねカムフラージュはしていかなきゃいけないんですけど、これね最終的に僕ねこれね確かワイヤーをカットするんですよ。それでも椿がね崩れないように今紅切りで押さえながらこの紅切りを刺してます。そのあたりちょっとねここ見どころです。このね一本の紅切りだけなんかすごい決まらなかった覚えがありますね。今抜きましたよね。でね、この落としっていうのが実は最初にほら器この信楽の器の中にプラスチックの桶を入れたじゃないですか。これね器が汚れなくていいんですけれども、この落としの難点はですね、とね、器のとの間に隙間が中で空いてるんで、ね、こういう風に中が見えなくなってくると水についてない可能性があるんですよ。でなのでそのあたりをねちょっと確認しながらやってます。はい、ここでね椿を少しねこう間引き始めてますね。やっぱりこういう風にまとめた上でも少しこうまとめたからこそだな、ちょっとね間引きたい部分っていうのが出てきて、それでもね下の方はスカスカだったりするんで、間引いた枝物をこのように椿の下の方に入れてます。ただね下の方でも
葉っぱがちょっとね傷んでたりとか変な方向向いてるものはこの時点でカットしてまとめ上げてます。はい、ギリギリどんどん入れてますね。やっぱここの部分のギリギリがね決まらないんですよ、ね、全然ね。決まったようです。はい、皆さんここね注目しててください。今ワイヤーカットしました、ワイヤーカットした時にちょっとね樹形が少しだけ広がったの分かりますか、でも全然こう最初みたいにバサーっと横には広がってこなかったでしょ、これが、ツツジをね入れて椿をねホールドした後だからそういう風になったんです、こういう風に、まあ、一回ワイヤーでね縛っておいて、その間に他の枝物とかを入れて最後にその広げたくないねあの枝物のワイヤーを切るということで、広げないでね生けられる早く生けられる方法がこれなんですね、なのでね皆さんねよく覚えておくと生け込みの時にちょっとこう広がっちゃったなとか広がっちゃうなとかと思った時はこの方法を使うと、早くね生けられるので、使うといいです。はい、出来上がりました。今ね、カメラを持って接写しに来ました。はい、こんな感じです。いかがでしょうか、こういう風にね、何の変哲もないね、椿とかをグリーンのマスとかで使いたい場合、広げたくない場合、こういうようにね、ワイヤーを使っていけると、早く素敵な花が生けられるようになりますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。なかなかね、素敵ですよ。で、ついでにこれね、乙女椿結構つぼみだけは持ってるんですね。なので、ツツジと乙女椿が満開になったら、とってもね、素敵な作品になりますので、とても喜ばれると思います。はい、皆さん、この動画がいいねと思った方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではね、また次回作品でお会いしましょう。See you next time. ありがとうございました。